史上より永遠に、は、ジェームズ・ジョーンズのベストセラー小説、及びその映画化である1953年のアメリカ映画。原作は1951年に刊行され、360万部を売り上げた。第26回アカデミー賞作品賞、監督賞、助演男優賞、助演女優賞、脚本賞、撮影賞、録音賞、編集賞の8部門を獲得した。 また当作品は、1994年、米国連邦議会図書館において、アメリカ国立フィルム登録簿に登記された作品である。原作は、大突撃、シンレッドライン、1998、以上2本は、同一原作を書いたジェームズ・ジョーンズの小説。ランカスターと、カートの有名な、波打ち罪のキスシーン、1941年夏の、 ハワイ、オアフ島のスコフィールド米軍基地。辺境の地のこの基地は、軍の中の厄介者たちの溜まり場となっていた。この兵営 G 中隊に、ラッパ種のプルウィットが、転属してきた。ボクシング教で、自分のチームの強化を図る、中隊長ホームズが、かつてボクサーだったプルウィットに声をかける。妥協を知らないプルウィットは、かつて試合中に親友を、 失明させたこともあって、ホームズの誘いを断る。人柄も良く、起点も聞く早朝はオーデンはプルーイットを説得しようと、するが、効果はなかった。彼は、孤立無援となり、文隊長のガロビッチらにひどい仕事を受け始める。味方は、兵士のアンジェロを交オただ一人。ホームズの妻で、彼に愛想を尽かした夫人カレンは男たちと浮き名を流し、現在は、 ウォーデンと浮気をしている。一方、プルーイットは、元ウェイトレスのロリーンと恋に落ちる。アンジェロは、勤務をサボって映像に入れられるが、以前からソリが合わない、担当のジェームズ・ファツをジャドソンに痛めつけられ、脱走して、トラックから落下して死ぬ。プルーイットはナイフで決闘して、ジェームズを殺し、ロリーンの家に隠れる。そして12月7日の朝、日本軍の奇襲が始まった。 緊張感がなく穏やかだった基地は突如として最前線の戦場になる。混乱する基地を冷静に指揮したのは、それまで軍務に全く興味がなさそうで、やる気の感じられなかったウォーデンだった。プルーイットは緊急事態に基地に戻るのだが、仲間の兵士に背後から銃撃されてあっけなく命を落とす。そして民間人に避難勧告が出され、カレン。 ロリーンは、基地を去ることになり、その移動の戦中で穏やかだった日々に思いを、馳せるのだった。地上より、永遠に、は、ラドヤード・キップリングの死、上流出身の兵隊の、上流出身の兵士は浮かれ騒ぐ、地上より、永遠に呪われたる、我らごとき兵士に憐れみを垂れた前、新城哲夫役、地上より、永遠に、角川文庫よりから取られている。 フランクシナトラメディアを再生する予告編ありがとうございます。